それでは、不定詞の2番というところの説明をしますね。不定詞の意味上の主語っていうこういうところに入るんですけれども、この文章は I want to eat this orange、 私はこのオレンジを食べたいっていうふうになってますよね。で、下の文章と比較してみましょう。下の文章は I want you to eat this orange、 私はあなたにこのオレンジを食べてほしい、こういう感じです。 want の使い方はちょっと一工夫、 want、 人、 to、 不定詞、こんなような格好でこの want の目的語に来る人に何々してほしいという表現になるんですよね。で、こんな風に訳すと、実はこの人がオレンジを食べる、この人が食べるんだよ、それを私は求めていますっていう、こういう感じの文章になってるんですよね。なので you と to eat の間には日本語的には主語と動詞の意味があります。私はあなたにこのオレンジを食べてほしい、つまりあなたが食べるんだよという主語と動詞の意味があります。でも本当の主語はこいつですね。で、文系で言うとこれはこうです、 SVOC になるんでしたね。一般動詞の後に名詞、代名詞が来てると、その代名詞は目的語って言って、おかにかがで訳します。ですからあなたにでしょう、今の場合は。で、その後の to 不定詞が来ていると O と C、 こんな関係で SV の関係だなと思ったら、この to 不定詞のところを C と判断していただければいいんです。まあおよそ慣れてくると動詞があって目的語があって to 不定詞のあるこういう形っていうのが出てくると、これが補語になって、ここに主語と動詞の関係があるというのが徐々に分かってくるんですけれども、今日はあんまりここは詳しくちょっと言わないで、この you と to 不定詞の関係が主語と動詞の関係の意味になるので、 to 不定詞の主語、だけど to 不定詞にとっては主語っていう言い方をするのは変なんです。つまり本当の主語はI want、 ここが主語動詞ですから、だから意味的にっていうのを、的にという言葉を使わず、意味上の主語というような言い方で、あなたにこのオレンジを食べてほしいというのは、あなたが食べるということをここで、形作ってるので、で、この you のところを意味上の主語というような言い方をしています。で、すごいはっきり分かるのは中学の時に習った It is for to、 この形でしたよね。 It is for 人 to 不定詞、 It is for 人 to 不定詞、これはすごく印象深かったですね。で、この場合の for っていうのは中学の時にはとってというふうに訳しています。つまり at once ですね、すぐに。アトランスは多分すぐにの意味で使ってんでしょうね。大学に行くことはあなたにとって重要である、すぐに大学に行くことが、この to はこの中にこうやって入って it のところを形式主語などというような言い方をするんでしたね。そして形式主語を使った文章の場合、 for 人 to のこの部分、実は行くのはあなたですから、ここにも本当はとってと訳してるんですけど、主語と動詞っぽい意味的な関係がある。で、ここに for プラス a で表す場合、 of プラス a で表す場合っていう微妙な書き方してあるんですけれども、ここに入るととってというよりは、あなたがすぐに大学に行くということが重要であるとか、この下の文章は
あなたが手伝ってくれるのは親切であるっていうような感じでがって訳すことが多くなるんですね。あなたがって、なので意味上の主語という言い方をしていくようになるのです。ところでフォーとオブの違いなんですけど、中学は完全にフォーって使ってましたけど、高校に入るとオブっていう形が出てきて、人柄、性格を表す形容詞。そうですね、ここにいくつか書いてありますね。 Nice, Good, Cruel, Foolish。 そうですね、 Nice, Good、 まあ人柄ですから、いい人ですみたいな。クリューエルは冷たいとか残酷って感じなんですけど、残酷っていうとちょっと犯罪っぽいんですが、冷たいとか残酷、クリューエル。フーリッシュはバカという意味なんですね。いずれも人の性格を表すっていうふうに言われてる形容詞ですね。あとよく使われるのはこれがよく出てきますね。ケアレス。ケアレスは不注意っていう意味ですね。あんた不注意だよねっていう時に、 It is careless for you to 何々、何々するとは不注意だねって、花瓶割っちゃうって不注意だよ。 It is careless for you to break this、 はい、base、 花瓶ですね。花瓶割っちゃうのは、あなたが花瓶割るとは不注意だよみたいな、こういう言い方で、 careless みたいなものも人柄や性格を表す形容詞って言われていて、で実際問題こういう人の性格とか人柄みたいなものを表す形容詞の時には、フォー人ではなくてオブ人というような形を取るのが有名だというふうに覚えておきましょう。はい、では次の話しましょうか。次の話は今度はカッコ3番のとこですね。カッコ3番では原型の不定詞っていうのがあります。で原型の不定詞は I saw him enter the room. He made me do that work. このような使い方が一般化しています。で原型の不定詞っていうのは to のない不定詞という意味が原型不定詞という形になります。エンターとかドゥっていうのが今の場合の原型の不定詞っていうふうに覚えておいていただいたらいいかなっていうふうに思います。でこれどういうところで使われてるかっていうと、近く動詞っていうふうに書いてあって、これ見るですよね。あとはそうですね、聞く、感じる、こういうの近く動詞って一般に言うんです。詩役動詞は日本語でいう作業変革活用って言うんですけど、さしすするすれせよ、あれですよね。でメイクはみんなこんなの覚えてますね。メイクミーハッピー、こういうような使い方で私をハッピーにする、ちょうど中3の今頃習ったはずなんですけどね、私をハッピーにする作業変革活用とかって言われるようなタイプのサーシースーするの訳し方ですね。メイクは作るばかりではなくてするっていう意味があるんだよっていう風にして習って、へえ英語っていろいろあるんだねって言いました。でこの時ハッピーっていうのは ADJ 形容詞だったんですね。で高校に入るとここに原型の動詞が出てくるんです。で原型の動詞という言い方をする先生もいますけど、文はもともともう一番最初に習ったと思いますけど、動詞ってやっぱり1個しか使えないので、こっちが動詞でまた原型の動詞っていうのはやっぱりね、はい、そういう時は to のなくなった不定詞、 to のなくなった不定詞のことを原型不定詞、ここに書いてありますねという言い方をして、 to のなくなった不定詞は形容詞の仲間であるというような覚え方っていうのを英語ではこれからするようになるんですね。形容詞の仲間ってでもいっぱいありますね。そしたらまず過去分詞は形容詞の仲間なんですね。 B 動詞の後で受け身みたいにして出てきますもんね。進行形もそうですね。 B 動詞の後に、はい、ING 形出てきますから、過去分詞や ING 形っていうのはもともと形容詞です。そこから
原型の不定詞 INF でしたね。これも形容詞の仲間っていうことに実際になるんですね。英語は本当に形容詞だらけなんですよ。さて、そしてこの原型不定詞 I saw him enter the room とか He made me do that work みたいなもの、こういう形をしっかり覚えて訳し方も覚えていきましょう。まず3番の方は、私は、これ主語ですからはですね。で、目的語はおかにかがですけれども、一般に動詞があって目的語があって原型不定詞、原型不定詞は形容詞でしたね。形容詞が来るっていうことは第五分形なんですよ。そうするとここは彼がの方がいいですね。彼が入るのみたいな感じで戻ってきて見た、こういう感じですね。これも第五分形でしたね。中学の時に習ったやつも、これは私を幸せにするっていう、戻ってきてメイクと一緒にハッピーを訳しますよね。で、私は幸せですという関係が OC の関係にはあります。もちろん彼が部屋に入るのを見たっていうことになると、彼は入るという SV の関係がここにある。もちろん SVOC だからですね。 OC だと SV の関係があります。そしてこの下のところでは、彼は私にこの仕事をさせたっていうことは、私がその仕事をする側になるので、当然 SV の関係がここにもあります。小さな SV は、小さな SV は OC の関係ということになるんですね。さて、こっちの右側見てみると、これは受動態のところで勉強しましたね。覚えてますか？原型の不定詞っていうのは文を受け身にすると to 不定詞になります。原型の不定詞は文を受け身にすると to 不定詞になります。こういう原則が確かタイのところで、はい、教えました。なってますね。 to enter the room to do that work、 彼はその部屋に入るのを見られた、私はその仕事をさせられた、というふうになってますね。はい、では受動態にしないっていうタイプの使役動詞っていうものもここにちょっと出てますけど、 I had him carry my bag、 私は彼に私のバッグを運ばせた、というふうな訳をするんですけど、これは運ばせるならメイクでもいいですね。メイクはさっきそうでしたね、刺激ですから、させるですから、彼は私にその仕事をさせた、これと一緒ですよね。私は彼にバッグを運ばせた、はい、こんな感じだけど、ハブを使った文章、ハブにも刺激あるんです。これここね、ここメイドのとこハブって書いてもいいんですよ。ハブにも刺激あるんですけど、ハブを使った時には受け身にするのはやめておきましょう。つまりこんな文章使わないでおきましょう。 He was had、 わー、なんか気持ち悪いですね。 He was had で、こういうことはやらないって、やりたければこんな形にすればって、 I got him to carry my bag、 私は彼に私のカバンを運ばせた、はい、まあ基本的には過去分詞形、 B 動詞プラス過去分詞形を使って受け身にするようなことは全然ないんです。さて、ちょっとだけここで整理が必要なんですけれども、私にカバンを運ばせたっていう文章、3つ書き方がここで出てきたのを整理しておきましょうね。今ここにHe made me do that work っていうのがありますけど、これカバンにして書いていきましょう。カバンにすると、はい、じゃあ私はにしましょうかね。 I made him って、今この文章をカバンに切り替えてるんですよ。似たような感じにしたいんです。じゃあこれもイコールで書きましょうか。この文とこの文とこの文イコールで書きますよ。 I made him、 その後でCarry this my bag。 単純な話なんですけどね。 I made him carry my bag。
ここが原型です。はい。I got him to carry my bag. I had him carry my bag. この3つは同じ意味なんですね。ってみんな作業変革活用ですか？そうです。その通りなんです。早く覚えちゃいましょう。なんかゲットの時だけね、なんとなくイラッとするんですけど、ドゥってして書くんですよ。これはなんでって言われてもわかんないんで、まあ英語があんまり得意じゃない人はイライラするところですね、一番。ゲットの時だけトゥー不定詞なんでも意味一緒なん。はい、その通りです。意味一緒です。この3つは同じバッグで書いておいたんで、しっかり頭に入れれるようにしてください。何べんか頭の中で書くと、頭に書くってまあ頭の中では反復すると、はい、しっかり定着すると思いますよ。次に不定詞の時制っていうところがここに出てきました。代表的にシームっていう形が出てきてるんですけれども、はい、見てみましょう。不定詞の時制、不定詞に時制あるんけってありますね。不定詞にも時制があります。単純不定詞、完了不定詞ね。単純形とか完了形不定詞とか形ってつける先生もおられますけどね。まあシームで今やってます。シームでやってます。シームはちょろちょろたまに出てくる動詞ですね。シーム自体は、シームはこの後ろに形容詞多いですね。またはトゥー不定詞です。なのでこのトゥー不定詞は形容詞用法です。はい、トゥー不定詞の形容詞用法で、He seemed to be happy. 彼はハッピーなようです。まあそんなに難しくないですね。でもここでね、皆さんわかります。だって形容詞だけでもいいんだったら別に to be 書かなくてもいいんじゃねって。いいんです、別に書かなくてもいいです。He seemed happy でもいいです。逆に to be 書けるんだったら to be happy でもいいんじゃねって。いいです、いいです。何の問題もありません。はい、そうするとイコールで、It seems that he is happy. はい、ここは定型なんで覚えるしかないですね。定型っていうのは、人 seems to 不定詞は、はい、It seems that 人、この赤線引っ張ったところが定型っていうんですね。he を主語にして seem を使って to 不定詞が以下続く。はい、訳は、何々のようです。何々にこんな風に訳してもいますね。思えるようですとか思える、こんな感じですね。で、He seems to は He この子ちゃいちゃいます。That って書くと That の後ろに He がいてしまいます。どこともなく、どこからともなく It が登場する。赤線で引っ張ったところは定型の書き換えということになります。決まった形なんでこれ覚えるしかないんですよ。ちょっとなんか覚えにくいですか？はい。でこれ下見てみますか。He seemed to be happy. 彼は幸せなようだった。過去時世ですね。まあ、定型ですから、赤線引っ張ったところが決まった形。はい。He は that 以下に入れて引いていきます。ここもともと to be ですから、まあなくてもいいんですけど。なくてもいいんですけど、ザットって書くとどうしてもこのザットは品詞覚えてますよね。 CONJ コンジュゲーション接続詞ですから、 SV の形使って書くしかないですよね。この時まあ幸せそうだったっていうのはもともと seemed と過去形で書いてるわけですから、そうなるとその内容も過去ですから時世一致してますよね。はい、ここで時世の一致が見られます。何の問題もないですね。書き換えするときに、これがもともと seemed だったから、happy のところも he was というふうに書いていくと。ここまでが普通の形です。こっからちょっと待ったっていうのが出てくるんですね。こんな形ですね。to have been なんじゃこれみたいな感じが登場です。to have been これ誰が見ても完了形ですね。have 過去形です。完了形に to つけました。完了形の不定詞、完了不定詞っていう言い方になってますね。これ何を表すかっていうと、
はい、点点点。不定詞の時制は熟語動詞の表す時制より前になります。じゃあさっきのところは、はい、この上。不定詞の時制は述語動詞の表す時制と一致。はあって、そうなんだって。ただの to 不定詞って述語動詞と時制一緒なんだって。だから seem do って書くと、その後の to be、 he seem doto be は it seemed that he was 一致してたんだ。ところが to have been って書くと、はい、以前というふうになりますね。一つ過去になります。ですからここが seems って現在形でしたら、 to have been ってパッと見た瞬間にここ過去形なんです。どんな風な訳ですかね。あの人って昔幸せだったみたいねと今思ってる。昔こうだったと今思ってる。じゃあ上の文章は、昔幸せだと昔思った。あんまり日本人はこれ区別しないんですね。あの日本人にとってどうでもいいんですよ。はい、あ、まあそうですね、あの子すごく可愛いよねっていうのは今思ってる。1週間前に会ったあの子ってとっても可愛かったんだよと当時思った今思う。どっちでもいいんです。日本人、日本人は当時会った時が過去で、当時可愛いなって思っても、当時会って可愛い状態を今思っても、この差を言葉に表すことはしない民族なのです。だって俺めっちゃ可愛かったぞって当時思ったの？今思ってんの？で聞くやつがいないのです。わかりました。だから僕らわかりにくいんです、これ。すんごい。でも英語の人っていうのは、当時なんとかだったと今思ってんだよっていうのと、当時なんとかだ、これそうです、当時なんとかだったと当時思ってた、今はどうなの？いや別にとか、なんか話の展開が全然違ってくるんですね。へーって。じゃあ難しいんですよこれ。まあでもね、うちら外人じゃないんで、まあ文法的に分かればいいだけですから、ニュアンス的にそんなに細かく取らなくてもいいと思うんですけどね。じゃあこの to have been のところを定型で書き換えちゃうと、 it seems that he、 ここまで定型でしたよね。その後で、そうそう、この定型の後で、はい、 he was happy ってなってますね。ここですもんね。時制より後なんでしょ、述語動詞と。だから seems が現在形だったら that 以下過去形にするしかないじゃないですか。あとここで、え、現在完了あり得るってことですね。彼はずっと幸せであるようだ。これずっとって訳するんですよね。二つとも、まあそうですね、どんな風に言ったらいいんですかね。状況によってとか書こうかなと思ったんですけど、あり得る、2つともあり得る形。まあ一応どうするかな。事情って状況次第、状況次第、2つともあり得る状況なんですよ。過去にハッピーだったようですが、過去から今までずっと、ずっと幸せであるようなのかは2つともあり得るので、まあ、ここは曖昧なとこですね。まあ、それでも日本語よりははっきりしてますけどね。日本語は絶対分からないです。過去にそう思っていたのか、今そう思っていたのか、もう南なんですけど。で、まあ、それでも一応ここで、時制より以前って書いてあるんで、現在時制よりも以前の過去時制を表しているから、ざっと説で書くとバースになりますね。で、現在時制も含めて過去を含めている完了形、完了形って覚えてますよね。現在の流れがこっちにあるとして、時間がこうあって、完了形は過去から現在までだよっていう、こういう流れですもんね。たらもう、今のここの seems の時制よりも遡ってって過去からっていうんですから、
官僚系の可能性もあるじゃないですかって言ってるわけですね。ってで、これはって He seemed to have been happy、 彼は幸せだったようだった、はぁみたいな、これこそ日本人は全く分かりません。んだって元が過去ですから、過去に俺思ったんだよって、あいつもっと過去に幸せだったと、こんな日本人言わないですね。図で書くとなんとなく分かるんですけど、これ過去過去ってこう2つ来るしかないですね。英語の時世って過去大過去ありますもんね。いや今日はまあもう5月になってますから、ここを4月の30日にってはいあったんですよ。うっすあって、あいつそれよりもずっと前昔にってハッピーだったように4月30日に感じたんだよって今喋ってるんですね。こういうような流れなんです。ちょっとなんか不思議で不思議でしょうがない感じの流れなんですけど、いかがなもんですか、まあ、日本人こんなこと言わないですけどね。もう僕らだったら当時何々みたいだったよって言うんで、こっちみたいだった、ハッピーだったみたいだったって言ったら、もう時世は両方とも過去なんです。日本は現在と未来と過去しかないんで、3つしかないんで、それで別に問題はないんですけど、向こうの人はそのあった時点がまず過去だと、その時にもっと過去からの話だと思ったっていうのをこうやって書くんです。つまり官僚系使っとけばこの時世よりも、述語同士の時世よりも絶対過去になっちゃうんで、過去官僚のことで書いていくという形になります。まあ中身あんまりパッと分かんなくてもうちらには関係ないんです、この時世の話って。書き換えができればそれでいいんです。はい、to have 過去分詞使ったからじゃあ官僚系で書こうねとかできればいいんです。ここは過去官僚だよって日本語にしても、まあ過去過去ですね、何々だったようだったぐらいの役でやるしかもうないです。それよりも過去を表したり現在と過去を比較したりっていうのはかなり難しいんで、はい、それでは最後になりました。願望意図を表す動詞の過去プラス to have 過去分詞ってありますね。願望意図を表す動詞って何って、まあ書いてあるのね。よく使われる願望意図を表す過去の動詞 hope to intended was to、 was to ってって、うん、まあこんな変わったやつもあるんです。な be to で、うん、なんかね be to で何々したいっていうような微妙なことを言い出す場合があるんですね。とっても抽象的に日本人にとってはピンとこないんですね。なんか単語にちゃんとしてよって感じなんですけど、want と hope、intend が一番よく使われてますね。こういうものの過去形ですよ。過去形の形にして to have 過去分詞ってくっつけると、はい、こんなのにって昨日ここにいたかったのに入れなかった、いられなかったね、いられなかったっていうことを言うために I wanted to have been here っていうような、はい、使い方をするんですね。だから普通の文章で書くと I wanted to be here yesterday、 昨日ここにいたかった、しかし入れなかった、 but I couldn't と書くことによって、でまあこういう感じ、痛かったけど入れんかったってことをはっきり表しちゃうわけですね。はい、とりあえずここで不定詞の2番の説明でした。何か質問はないですか？